はい、こんにちは。ということで今回は亡霊と殺人事件を、やっていこうと思います。まだミスですね。はい、この動画を見るときの注意点なんですが、ネタバレには注意してください。ネタバレが嫌だなって人は、まあ、自分でプレイして友達とプレイしてから見てください。今回はですね、プレイヤーがくんさん、コノ、ナシ、ヒマジンのこの4名となっていまして、まあ私がゲームマスターを務めさせていただきます。で、ユドナリウムというこういうサイトを使ったことがない人がいると思うので、今回注意点を言います。まあ、はい、皆さんそれぞれなんか PC1 とか PC2 とかこう回転させたら自分の前に持ってけるので、例えばまあヒマジンさんだったら PC1 で自分の目の前に持ってきてください。今回は、ハンドアウトという自分の隠し事みたいなものが配られるんですよ。で、それがカードに書かれているんですが、例えば証拠品などを集めた時に、自分だけをがその情報を確認したい場合はカードが配られるんですけども、右クリックをして自分だけ見るというふうにすると他の人には見えないようにカードが開示されます。なるほど。くれぐれもですね、自分が犯人であるような証拠品等を、急に開示することが絶対にないようにしてください。大丈夫ですね。で、気をつける点としては、左クリック、ダブルクリックすると表になっちゃうので、はい、なので基本的にダブルクリックせずに、右クリックして表にするとか、自分だけ見るとか、一つ一つ選択した方がいいと思います。万が一ね、はいはいはい、自分の物的証拠が急に表になったらやばい。やば、大丈夫です。なしで、なしで、そんな疑われてるの、このゲームで。なしなしやるよ、あんたで、なし、やるよ。例えば、はい、自分だけ見るね、はい、自分のアリバイを証明したい時とかは表にすることで、それを全体公開として証拠として提示することができるというような感じですね。なるほど、はい、これがまあ一応練習でした。まあ一応全員できたかな。自分だけ見るってのができれば、まあ基本的には大丈夫です。で、あとで、密談フェーズっていうのがあるんですけど、証拠品のお互いに提示する場合とかは、このまあ今 PC1 から PC4 にこうカードを渡して、お互い自分だけ見るをして、そうどんな証拠を持っているかとかを、確認し合うフェーズがありますので、まあそのようにやってください。はいはいはい、待って、自分だけ見るを戻すときってどうすればいいんですか？はい、それは裏にするとかにしたらいいと思います。これ他の人は見えてないんで、別にそのままにしても大丈夫です。ああ、了解です。はい、まあ右クリックをしたらいろいろ出てくるんで、表にする、自分だけ見るとか、裏にするとか、そういうのが出てくるので、まあ、適宜やってください。では導入に行きたいと思います。はい、おお、まあ、本日やるのはマーダーミステリー亡霊と殺人事件というようなタイトルのものです。早速ですが、皆様にはですね、プレイヤーとなるこのキャラクターを選んでいただきます。ダイスを作成で、それぞれ振って、小さい方から好きなプレイヤーを選ぶ形にしたいと思います。それぞれじゃあダイスを振ってですね、数字をちょっと教えてください。どうやって振るんですか？あ、振れた。右クリックで。9です。ヒマジンさんは？あ、僕振りました。どこにあるの、ヒマジンのダイス？あ、俺のダイスなんかなくなった。俺、裏です。裏、ありますね。なんで裏で振るの？9です。そしたらですね、確認しました。このそれぞれのプレイヤーのところにカーソルを合わせると情報が出ます。まず PC1、谷口小杖。ボーイッシュでサバサバとした性格、テニスの練習にはとても真面目に取り組んでいたタイプ。西野雅人、快活な性格、たまに空気が読めないが憎めない、テニスの練習は要領よくほどほどに取り組んでいたタイプ。ちょ、人の性格を表すときにテニス基準っていうのがあるんだ、なんか。まあ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 。本当だ、みんなテニス基準。そう、テニス基準。みんなのお姉さん的存在だが思い詰めやすいところがある。テニスの練習は基本と反復を大事にしていたタイプ。金本武志、見た目はチャラいが誠実な男、学生時代はアキラに次ぐテニスの実力の持ち主だったとありますので、コノさんは一人選んでいただいて。うわー、どうしよう。多分女の方がいい。女の方がいいんじゃない。そうよ。で、私基本と反復も大事にしないし、真面目でも何でもねえし、どうしようかな。まあどちらかといえば、ボーイッシュでサバサバはしてないんじゃないのかな。いや、じゃあみんなのお姉さん的存在でもない、別に。どうしよう。そんな、まあ何でも自由に決めてください。好きなやつ選べばいい。カナさん、まだ PC1 の方がいいな。
え、じゃあ小杖がコノさんですね。小杖にします。はい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 。で、まあ同じ9だったんですが、まあ手前にあるナッシーから残りの3人を選んでください。ナッシーゆきこちゃんじゃない？そりゃ。あ、じゃあナッシーゆきこちゃん。はい、じゃあ、ひまじんさんは。え、俺どないしようかな。まさか。快活な性格か。誠実な男か。どっちでもないじゃん。じゃあ。おい、何や、どっちでもない。何や、何や、何や。空気が読めないっては書いてあるね。何や、何や、何や、クンさんも何お、僕は誠実な男、たけしでいきます。はい、たけしで。じゃあ、残った、クンさんは、まさとになります。はいはい。なるほど。要領よくなるタイプか、クンさん。なし、ゆきこちゃんなんだ。これあ、ナシやめようやめようね、ナシ、あの自分の自分の持ってるの、あのどこ持ってきました？個人インベントリー、個人、あ、個人的に片付けちゃった、変ないじったりはしないでください。片付けちゃった。はい。ではちょっとシナリオを読ませていただきます。はい。谷口梢、西野正人、白石由紀子、金本武、如月絵梨花、小田明は大学時代に同じテニスチームの仲間だった。華やかで社交的なエリカとプロチームにスカウトされるほどの腕前だった明を中心にとても仲良く過ごしていた。しかしみんなで行った大学の卒業旅行中に明が崖から転落死するという悲劇が起きる。それ以降は集まることもなく疎遠となってしまっていた。それから3年の月日が経ったある日、エリカから久しぶりにみんなで集まりましょうという呼びかけがあった。指定された場所はマダ島。3年前の卒業旅行でアキラが事故死したあの島だった。5人はそれぞれの思いを胸に再びマダ島へと足を踏み入れる。おー、てか呼んだやつ最高だろ。普通にそうだよね、なんか、なんかもう一回行こうぜみたいな、なんかね、かその辺が飲み屋でいいじゃん。どういう気持ちで行くの？はい。で、3年前の事故についてです。マダ島のハイキングコースの頂上には展望台がある。アキラはその展望台のすぐそばの崖の下で遺体で発見された。そこまで高い崖ではないが、運悪く真下にあった石に頭から落ちたことによる転落死であった。警察は先に酔ったアキラが夜中に一人で展望台に行こうとして足を滑らしたのだろうと判断しているということです。それでは、皆様に、ハンドアウトというものを DM で送りますので少々お待ちください。まずコノが小杖ね。いいね、コノちゃん可愛いね、その髪型いいね。あの別にコノさんこの髪型してるわけじゃないので。お前が犯人でいいよ。小杖ちゃんね。はい、小杖ちゃん。みんなテニス部だったんだ。テニス診断でもしてるのかと思ったわ。なんか怖いね。これをなんか右下に迎えに来たよって書いてあるけど。本当だ。アキラが迎えに来たのかな。そんななんかこうそんな感じ、その超常現象系ゲームこれ。そういうことじゃないの。マーダーミステリー、いや、まあ、クトゥルフ系かもしんないしね、もしかしたら。なんかワンチャンね。っていうか、なんでダイスこんなあるの。暇人出しまくってる。GM さん、なんか暇人さん出しまくってる、ダイス。ちょっとほっといてください、そういう方は。なんかやばい、片付けて。これで、おそらくですね、4人に、島に来た理由と、ハンドアウト、それぞれどのような行動をするべきかというものが送られたと思います。はい、5分ほど与えるので、確認をしてください。はい。はい。アキラが死んだのは自分のせいだと思ってる。はあ。3年前のあの夜、あなたはアキラと2人で酒を飲み交わしていて、アキラは照れくさそうにこのメンバーの中に付き合ってる人がいて、今後のプロポーズすることを打ち明けてくれた。早く言えよ。なんでずっと隠してたってこと、交際を。本当に友達なの？プロポーズ用の指輪を見せてもらった時に手元を滑らせ指輪をどっかに落としてしまった。アキラは明るくなれば見つかるさと許してくれたが、やはりショックだったのか、その後は普段よりも深酒をしていた。運動神経が良かったアキラが崖で足を滑らすなんて深酒をしていたせいだろう。そもそも酔っ払ってなければ夜に一人で展望の方に行ったりはしなかったのではないか。指輪が見つからず、その後悔が3年間あなたを苛み続けていた。あなたの島に来た目的は指輪を探し出し、アキラの交際相手に渡すこと。あ、だから島に来たんだ。で、夜の行動は、
20時45分から22時指輪を探しにラウンジに行った。管理人イオニさんが掃除をしていた、事情を説明すると一緒に探すのを手伝ってくれた。探し始めて1時間以上経過し諦めそうになったところ、壁と床のつなぎ目に少し隙間が空いていることに気づいた。あれ？ライトを当ててみると隙間の奥で何かがキラリと光るのを見える。イオニさんに竹串を借りて隙間から引っ張り出すと内側にトゥユキコと書かれている。ナッシーさん、ナッシーさんですね。ナッシーユキコ。ゆりさんにお礼を言ってラウンジに出かけるとちょうどゆき子が外に出ていくのが見えた。玄関から出てこようとした時に砂浜の方からたけしがしてこっちに来るのが見えた。ゆき子は走ってくるたけしを見つめるとパッと笑顔になるたけしに向かっていく。ええ、この姿を見てるとこの指は少なくともたけしのまで渡してはいけないような気がしてきた。あっ、あーは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 ー、岩人とナッシーがふんふかふんってことね。はい、何かの中で二人に声をかけ、しばらく風に当たりながら談笑する。たけしが具合が悪そうだったので、ゆき子は部屋まで送ってことになった。二人はコテージに入っていくのを見送った後、この指輪をどうしようかと考えながら自分も自室に戻った。寝る準備をしていると22時25分後、誰かの部屋の開閉音がした。なるほどね。22時45分ぐらい。で、砂浜で遊んでいる時に小さな鍵が落ちているのを見つけた。さっきまでここで5人全員で話していたから誰かの落とし物だろうか。使命1、エリカを殺した。エリカ死んだんだ。なんかいつの間にかエリカ死んだらしい。どうやら。俺はびっくりだね。エリカ死んだんだ。エリカの状況とかはわからないんだ、まだ。なんか死んだ、エリカが。急に死んだね。アキラを渡そうとしてた指輪を、アキラの交際相手に返す。はい。達成証券、ミスダンフェイズ終了までに、ユキコに渡さなきゃいけないのか、なるほど。オッケーオッケーオッケー。これさ、たけしとさ、ゆきこは出てきたけどさ、あの、この、小杖このだけ全く関係ない人なんだけど。いや、予想していい？このシナリオを普通に考えると、地獄だけど、たけし暇人がゆきこなしを好きすぎるあまり、あ、でもエリカ殺したのかよくわからんな。なんでエリカ殺したんだ？たけし暇人がゆきこを、あれしたいから、崖から、アキラを突き落としてぶっ殺して、片思いしてた小杖が、エリカが殺した、なんでエリカ死ぬの？なんエリカが死んだの？意味わからんでしょ。なんなの？エリカが殺したの？アキラのこと？だったらユキコは殺したのかな？よくわかんないな。なんでエリカ殺したの？エリカを殺す理由が、なんか、俺の持てる情報が何一つまだないからわからないね。まあ、てか、俺のせいか。っていうか。ていうか、まあ、俺のせいでもあるのか。アキラが殺す原因作ったのは、まあ、てか、俺か！俺が指輪なくしたのか！手元を滑らせ指輪を落としたのってアキラじゃなくて俺か！あれ？俺のせいやんけ！罪不軽。俺が殺したようなもんってこと？頼むから殺人、アキラ誰か突き落とされたってことにしてくれ。そうならんか。この小さな鍵なんだろうな。不思議だな。小さな鍵だからドアの鍵とかじゃなくて、なんか箱かなんかの鍵なのかね。まあいいや。ひまじさんもコノさんも大丈夫ですか？オッケーっす。コノさんが今読んでるかな？いや、コノさんじゃなくて小杖さんでしょ。あ、小杖さんか。変わっちゃったね。なんかゆきこ気持ち悪いな、なんか。小杖さんいらっしゃいますか？小杖さん。小杖いなくなった。小杖殺された？すいません。それでは。皆さんも確認できたということで、この後ですね、まあ、導入があって探索フェーズがあって話し合いフェーズ、その後密談フェーズ、推理フェーズ、投票フェーズ、エンディングというような流れになっています。それでは早速導入に行きたいと思います。画面が変わった。あなたたちは日中の時間を海で泳いだりバーベキューをしたり楽しく過ごしていました。管理人のいおりさんが出してくれる料理も美味しく、しばらく会ってなかったのが嘘のように話が弾みます。遊び疲れて眠りにつき、次の日の朝を迎えました。8時半にいおりさんの朝ごはんを食べるためにラウンジに集合します。小杖、マサト、ユキコ、タケシの4人はラウンジに集まりましたが、エリカが来る様子がありません。あなたたちはふと思い起こすことがあるでしょう。それは3年前、アキラが死んだあの日も、アキラが朝食に来ず、起こしに行きました。嫌な予感を胸に、あなたたちはみんなで
エリカの部屋にお越しに行きます。エリカの部屋を開けるとそこには誰もいません。部屋の中を探すと衝撃の光景が目に飛び込みました。洗面台の鏡には真っ赤な文字で迎えに来たよと書き殴られています。急いでアキラが死んだ崖へと向かうとそこには頭から血を流し倒れているエリカの姿がありました。すでに絶命しその体は冷たくなっています。うわなかなか。それでは、おーおーおー、なんだこれは。お、俺の前小銭になっちゃってる。自分で移動させていただきたいと思います、はい、で、それぞれの証拠はこのように小銭だったら PC1 の前にですね、はい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 、あったりします。なるほどね。まあこれはですね、自分でこう綺麗に揃えて、置いといて自分だけが見るというのを選択してください。はい、はい、これもう見ていいんですか、今自分だけが。はい、真ん中のカードは触らないでください。それぞれ名前がついた証拠というものは自分で持っておいて大丈夫です。人のやつ勝手にクリックしちゃダメですよね。あの人のやつを勝手にクリックしないでください。いや、そんなのやつどうでしょう。怖い。いやいや、あのさ、常識としてしなくない、なんかそれって。いや、まあまあそうっすよね。まあまあ最終確認しよう。最終確認。まあ後からでも見れるので、で、一応ですね、事前情報というものは全体に公開しておきます。これはですね、あのカードにカーソルを合わせると、それぞれの情報、それぞれの部屋に鍵はついていない、コテージに玄関以外の入り口はない、展望台までコテージから徒歩30分かかる等の、事前情報はこのように全体公開されています。で、中央にあるのが、はい、マップになります。この四角で書かれたのがコテージで、展望台というのはこのなんだ双眼鏡、望遠鏡のマークがついたところで、はいはいはい、死体が、まあ、バツ印のところにあるというような、はいはい、ものになっています。それでは探索フェーズを行います。はい、このあとですね、梢、ユキコ、タケシ、マサトの順番に、2回行動して、それぞれ探索箇所のカードを1枚引いてもらうことができます。例えばエリカの部屋を捜索するや、エリカの死体を捜索、管理人のイオリに話を聞く、あとは砂浜の、砂浜に証拠はないかといったように、証拠を集めることができます。ここから一応ですね、あのプレイヤーになりきって始めていただきたいと思います。それでは梢さんから探索フェーズに入ります。はい、梢です。よろしく梢。はい、NPC みたいな感じでよろしく。コゼちゃん、コゼちゃんどう？あのやめろやめろ、それだ、そんな、やばいやばい、ユキコやっぱおかしい、これユキコ犯人じゃん、もうユキコ、ユキコ犯人だろこれ。私じゃないわよ、私じゃないわよ、ユキコマジ、あんずえぐい。そうだな、でもやっぱ気になるのは現場は展望台のはずなのに、なんでこうエリカの部屋に血文字で迎えに行くよって書いてあるのか、結構それは個人的に意味不明で、まさるなら死体か部屋かなと思うんだけど、私ちょっと死体触れるほどあのまだ気持ちの整理ついてないから、まず部屋から行こうかなと思います。このカードを自分だけ見るにすればいいんだよね。持ってっちゃっていいです。自分のこう手元に持ってって自分だけ見るという風にしてください。はい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 、内容は開示していいのこの時って他の。一旦待ってください。ああ、じゃあもう見るだけなんだ。それでは続いて、ゆきこさん。あ、私の番ね。私。そうね。お姉なんだよ、お前。どれにしようかしら。どれにしようかしらね、これ。でも、エリカちゃんの死体は私気になるわ。エリカの死体には何が詰まってるのか。いやいや、もしかしたらこいつ連続殺人鬼だ絶対。違うわよ、もしかしたらなんか凶器とかが死体の中に入ってるかもしれないし。死体の中に、銃弾とか銃弾とか残されてるみたいな。いや、あの可能性は無限大だ、だからね、まあまあまあ、好きに。そうしましたら次たけしさん。はいはい、
たけし、はい、たけしめっちゃ声小さくない？だってたけしちょっとおねえくて、はい、どうないしようかな。そらもう勇気を持ってやっぱ死体を男がねやっぱ見ていかないとダメでしょ。なんか好きだ、好きなの死体。たけしくんいいわね、さすが私の彼氏。はあ、え、あ、勝手に、うん、あ、は、オッケー、オッケー、オッケー、今のもね、ロールプレイの一環なのかな。なんか、え、そうなんだ、なんか、お、うん、あ、ごめん、俺たち、骨髄と俺で死ななかったから。いや、俺も知らんなぁ。ゆきことはちょっと知らんの。マジでよかった、ゆきこ選ばなくて。ゆきこやべえやつだな、マジで。なんか選びなさいよ、もうそんなザレ事言ってないで。続いてじゃあ、まさとさん。なんかちょっと、なんかあっちから海行くわ。あっち。砂浜行こう。二人目とかも慣れてるから、もうまあまあ死んだなんぐらいの感じよ。慣れるだ。慣れてきた、もう。では続いて梢さん、再び探索してください。残ってるのが部屋、いおり。なんでいおりのカードがあるかがいまいちわかんないんだよな。いおりが殺したんちゃうの。なんか不可解よね。不可解だよね。もう何もかんもいおりがもうなんか超サイコパス連続殺人鬼で、もう来たやつを一人ずつ殺して回ってるって超やべえやつってパターンかもしれない。いやだとしたらちょっといおりさん気になるから、私いおりさん持っていきます。おお、なるほどね。続いてゆきこさん。私どうしようかしらね、これ砂浜とか全然もう砂浜か。砂浜くんな。確かに私ちょっと砂浜で気になることが一個あるのよ、ね。砂浜を取るわ。おお、なんかあるんだ。あら。うん、これはちゃんとした意思に基づいた行動よ。はいはいはい。続いて、たけしさん。ほな、エリカの部屋ちょっと調べさせてもらおうかな。よいしょ。では最後、まさとさん、残ったいおりさんに話を聞くということで。いおりの部屋を調査したり、いおりの服に血痕がついてないかみたいな。かと思ったわ。それでですね、EX カードというものがあるんですけど、これはアイテムナンバー1とアイテムナンバー4が、自分の手元にある場合に配られますので、自分が、アイテムナンバー1とアイテムナンバー4を集めたということを確認したら私に言ってください。はい、なるほど。あとね、気をつけていただきたいのは、以前テストプレイでやった時にですね、トーマス君が情報のナンバー1と読んでこれを取っていったので、あ、情報ではなくアイテムナンバーですので、あの、気をつけてください。はいはいはい、はい、人から聞くのとかも全然ありってことですか。いや、これはアイテムナンバー1とアイテムナンバー4を手に入れた状態で私に言ってください。手に入れる、アイテムの譲渡とかできるってこと。あ、それはそうです、密談フェーズで、交換することができるので、その際に行ってください。交換なん、はい、そのなんか譲渡じゃなくて絶対集まんないよなと思って。譲渡もすることができます。それまではアイテムの交換等はできないので注意してください。はい、わかったわ。それでは話し合いフェーズに移ります。一応ですけども、この時間はアイテムの交換等は行うことができません。密談も行うことができません。あと注意点としては、プレイヤーはですね、嘘をついても問題がありません。ただし、カードに書かれた情報は真実です。カードを表にすることで、その証拠を提示するということができます。では、話し合いのフェーズに移りたいと思います。目安はですね、20分ほどにしたいと思います。はい、はい、初めてなんでもうちょっと長くてもいいんじゃないですか。まあまあ臨機応変に、一応10分が目安なんで一応倍の。 あ、そうなんだ。ああ、なるほどね。おいおいおい、もう話し合い始まったこれ。どうぞ。ちょっと、誰がちゃんどうなってんの、犯人かってことだよね。そうよ。おい、ゆきこ、お前やろ。いや、あたしじゃないわ。あんたね、お前やろ。いつもいつも何があった、砂浜何があったんや。私ちょっと一個証拠をもう開示しちゃっていいかよ。そんなに疑うなら。はい、どうぞ。いいわよ、別に。はい。まず9時、これエリカが砂浜の方に歩いていったのを私は見たわ。それは自室からは私は見た。はいはいはい。それは必ず言えるから絶対だわ。で、そう、これを聞いてちょっとピンとくる人いないかしら。いや、ピンときてたらそいつが犯人なんちゃうの。そうやろ。あ、なるほどね。じゃあ砂浜にこの中で行ったことある人っていないの。
砂浜は行ってないの？昨日砂浜行きましたみたいな人はいないのか。昨日ってか、その私は砂浜行ってないわ。誰も行ったのか。おい、小杖、小杖ちゃんね。砂浜って展望台を通っていけばさあ、あ、それは、はい、あの歩いた、ん、どういうことだ。多分そうだよね、地図的に。情報開示するんですけど、はい、はい、展望台に行くには必ず砂浜を通らなければならないっていう情報は、あ、はいはいはい、あ、なるほど、ありました。なんでそれは、まあ、考えなくていいと思います。なんか別のルートがあるとかそういうのは違うっぽいです。で、ちょっと待って、小杖は行ったの行ってないの？砂浜、あ、私は行きましたよ。何して行ったの？何のために行ったのよ。何のためにやった？何を？何を？あ、え、砂浜に昨日の夜行った理由は何？そうよ。いや、なんか情報開示します。え、ゆきこがラウンジに行くって言ってたんですけど、私は表にします。ゆきことたけしが付き合ってるのを知っていたので、いや、なんかその間に割り込むのめんどくさいなと思ったので、まあ、ちょっと外に出ました。うん、なるほどね。ゆきことラウンジ行く、はいはい、ゆきことラウンジじゃない、ゆきこがラウンジに行くって言ってたので。え、で、それで、え、砂浜に行ったの？はい、砂浜にも行きましたし、展望台にも行きました。で、展望台で誰かが喧嘩してるのを見ました、私は。なるほど。この人が犯人なんじゃないかなって私は思ってます。45分に、はいはいはい、ゆきこが、で、あれ、じゃあ9時出て、9時にだいぶ絞られるわよ、これ。あ、これは事実なんで。9時にエリカが、ん、ちょっと待ってよ、エリカは砂浜の方にあるって言ったのは9時で、9時15分にユキコはラウンジに行くと言っていた、はい、あー、で、実際にラウンジで、てか、ユキコとタケシが付き合ってるの、おい、俺だけピエロだったってこと？あれ、あれ、知らなかった。え、ちょ、待って、待って、おい、え、え、ちょ、待って、え、え、ちょっと待って、え、私はユキコからもうとっくに聞いてたわよ、普通に。俺、何も知らなくて。そうなんだ。え、マサトピエロやん。なんか、なんか、マサト、お前はピエロだったよ。俺、それでちょっとさらにあったんだけど、情報1、うん、ユキコ、お前、真っ赤な口紅持ってたな。あ、私？私は真っ赤な口紅持ってたわよ。ね、こいつら本当に付き合ってんの？こんなに。いきなり疑心暗鬼。いきなり疑心暗鬼になって、本当に付き合ってんの？こいつら。たけし、ちょっといいかよ、そういうわけわかんない情報言うの。ちょっと待って、じゃあ、真っ赤な口紅、ラウンジに、ちょっと知りたいんだけど、ユキコとたけしはラウンジに本当に行ったの？なんか。たけしは知らないけど、私はたけしがいたらちょっと気まずいなと思って普通に行かなかっただけ。私は普通にラウンジに行ったわよ。何しに行ったの？ただけ？ラウンジで私はたけしと話したかったわけよ。ちょっと話したいことがあったから。はいはいはい、そう、何を話したんだろうな。はい、で、まあ、たけしとはちょっとたわいもないなんか日常の会話というか、最近何やってんのかなとか、で、仕事どうとか、はい、で、たけしは何してた？何時頃？え、何時頃じゃなくて、なラウンジには行かなかったの、なんでなの？ラウンジに俺が行かなかったの？普通に寝てた。たけしの曖昧が出てこないんだけど、その時間寝てて、で、そっからでもう一回、起きて、で、この時間に俺会った。ちょ、ナンバー情報あるけど、そうね、ここで、ね、正しいユキコとここで会ってる。俺、玄関前でユキコと出会ったらしい。その後で、なんで玄関前に出てん？出てる。なんかみんなが、そう、玄関前に俺が行ったんかな。で、それで玄関前でユキコと出会った。なるほど。はい、え、ユキコは会ったの、それ？あったわよ、なし、じな、あ、ユキコユキコな、ユキコがユキコと会ったよ。ユキコはあったわよ、そうよ、それは正しいわ、普通に。死んだ時刻が、ちょっとこれ多分思うんだけど、変なことが起きそうなのが、エリカが誰かと喧嘩してたのが21時45分で、本当に21時45分とかね、で、その時に殺されたわけじゃないのかも。いや、ただ、喧嘩した人誰？待って、マサト。いや、てか、マサトは何してたの？マサトと、あ、アリバイが出てきてないんだよね、全然。なんかそこら辺の時間帯、10時前ら辺だと思うんだけど、ちょっといいかしら、はいはい、これを見てちょうだい。エリカの時計がね、9時45分で止まっているのよ。だ、多分事件が起きたのはこの時間で間違いない。ああ、そうなんだ。じゃあ喧嘩した時に、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつが犯人じゃないの？こいつって誰？こいつって誰かが喧嘩していた。そう、喧嘩していた。わからないけれど。多分9時に一緒に出ていった。違います。違います。その理由はこちらです。え、エリカの時計は10分遅れていました。
なるほど。そうなんだ。はいはいはい。だから、実際には、エリカの時計は10分遅れてたから、本当は9時55分ってことか。本当は9時55分だから、あぶねえこれ、危なかった、ミスリードだこれ。9時55分に死んでる、21時55分に殺されてるから、で、ちょっと待ってね、あともう一個あって、展望台からコテージまで徒歩30分かかるってことは、どんだけ早くても22時25分に帰ってくるみたいなのが、あれだよね。で、これ見てほしいんですけど、誰かが部屋に帰ってくる音がした22時25分。はいはいはい。だから この帰ってきたやつが犯人。なるほど。多分わかんないけど、玄関と自室の距離をゼロとするならそうだと思う。まあまあまあ確かに。ちょっと私いいかしら。はいはい。これ見てちょうだい。小杖ちゃん、あんた9時15分に外に出て行ったわよ。そうだよ、行ってるじゃん。だって出てたよ。だから出て、それは言ってたわ。あ、それは出て行ったわよ。俺はマサトの白を証明できるやつが一個あって。はい。本当。これ。コテージからマサトが出てきた10時5分。コテージからマサトが出てきた10時5分。なるほど。俺出てったの俺。いやマサトは出てきた。ああ。だからマサトは白なんじゃない。マサトは白。確かに。ここ見合ってるからだもんね。ただ表にするか。コテージから展望台って実は30分じゃなくて20分なんですよ。あ、じゃあ引き算するか。ってことは、だから別にマサトは疑ってるわけじゃないけど、なんか喧嘩してたのワンチャンマサトなんじゃないかなって私は全然疑ってますね、これは。あ、なるほどね。55分足す20だから22時15分に帰ってくることが可能ってことか。うん。で22時15分だから殺す時間は21時55分か、はい、で、砂浜の方に行ったのはユキコだ、小杖だけ。そうね。マサトの行動を教えてほしいんだけど。確かに、まずあんたね、全然証拠出さないじゃない。マサトとタケシのあれが全くわからないっていうのはちょっと気になってる。あんた何隠してんの、マサト。なんで外に出てったの。外には出てないんすよね。でそう。だからマサトは外は出てない。コテージから出てきたのか。そう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 。だから出てってない。だからコテージの中にいた。そう、まだ言わない。まだ言いません。なるほどね。あと真っ赤な唇も気になってるんだよね、私ユキコの。そう。迎えに行くよって文字。ああ。それ血なのか言われてたっけ？いや、まあ、唇じゃない多分。血とは書いてないと思うよ。唇の可能性も全然あるってことは。いやまあそうね。でもユキコとは会ったのが俺10時5分だから、まあワンチャンなんか走って帰ってきたりとか。ちょっと待って、可能性は。21時55分のアリバイがある人って誰かいない？21時55分のアリバイが絶対ある人。いや私ないわ。55分、21時55分の時点のアリバイが 100% ある人。多分小杖は、まあ、全然いける、殺せる、まあ、殺せる立場ではある、ね、でも もう一人隠してる人いるでしょ。絶対隠してる人がいて、そうなんだね。いやなんか全く出てこないんだよね。もう一人隠してる人が絶対いるんだけど、喧嘩してたやつだと思うけどな。ちょっといいかしら。はい、あの私事で、あれなんですけれども、タテシからもらった指輪ちょっとラウンジで落としちゃって、それ持ってる方いないかしら。あー、なんで、もし持ってる人いたらちょっと返してほしいのよね。その代わり証拠を何でも開示してあげるわ。私一つだけだけど。そんな俺との指輪を大事にしてくれてるんだ。そうよ。どうよこれ指輪持ってる人いないかしら。それ死体とかになんか関係あるんじゃないの？なんか隠してない？たけし。証拠開示してほしいな、たけし。確かにちょっと気になるわね、エリカの死体。指輪はない？どんな指輪なの？私のもらった指輪は、旧ユキコと書いてある指輪なの。はいはいはい。ないかしら、旧ユキコの指輪。旧ユキコ？なんでそれは欲しいの？急に何で始めたの？それを。私だってタテしか、タテ関係ない、関係ない。今関係ないでしょ別に。私にとっては大事なものなの。なんで落としたのっていうか。あ、それはその私ね、ラウンジでちょっと話してたのよ。それはマサトと。は？話してないが。マサトと。マサトあんたから声かけてきたじゃない、コテージで。は？その後ね、確認してもらわないと
事実か分かんないよそれ。あ、まあでその後なんやかんやあってラウンジで食事してたのよ私、10時5分以降。でその時にタテシからもらった指輪が外れて落ちてしまったわけ。10時5分に落ちたの？そうです、10時5分に私は落ちました。ちょうど出会った瞬間、10時5分になった後にまずコテージからマスとか声をかけてきたっていうのは暇人。え、じゃあ何何、もう一回言って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 、まず、あの、まず10時、はい、指輪落とした時間は10時5分、10時5分以降、10時5分以降、そう、詳しい時間は書かれてないわ。その後、コテージにいたマサトと会話をした後に私はご飯を食べたの。一応ご飯を食べてる最中に指輪を落としてしまったのに。なんかその指輪の話ってそんなに重要か？なんでそんな話だ、大事なのよ私にとってはその指輪が。エリカの部屋で落とした？今俺情報出しちゃった。10時10分翌朝エリカの部屋が帰ってきて。あんた なんでそんなこと言うのよ。エリカの部屋に落としてない？本当？で、エリカの部屋の俺証拠開示し同時にすんだけど、はいはい、紹介して、壁の文字は真っ赤な口紅を使って書く。そういうこともあるわよね。あのさ、死体と砂浜とそのエリカの部屋の情報開示しない、なんか特殊情報みたいなのみんな取った情報あったじゃん。俺もう2つも開示してるからそこは開示してるよ。え、クンさんの時間ないよ。時間ないよ、あんまり。これあれじゃん、裏で交換密談で、え、隠す意味あんの？逆にクンさんのこの情報ってのが全く俺ら証拠が出てないというか。全然出さないじゃん。じゃあ俺がオープンして全部完全無罪だったら大丈夫？なんか全部開示する？いや、無罪を主張してほしいよ。あ、はい、じゃあ、はい、はい。じゃあ20時45分から22時まで、いおりさんとずっと指輪を探してました。めっちゃ優しい。はい、はい。で、なし、ゆきこが嘘ついてて、22時45分に指輪落としたって言ったの嘘だよね。いや、それ別の指輪じゃない。だって私代わりに別の指輪拾ったのよ。それがこの A 矢印 K と掘られた指輪、これは私拾ったわ。ああ、なるほどね。そのアイテム、でちょっと待って、それアイテム、アイテム開示、アイテム、はいはい、なるほど、分かった。で、じゃあユキコ指輪お前欲しいんだろ？指輪欲しいわよ。分かった分かった、じゃあはい、これやる、お前に。あ、ほんと、ありがとう。で、その代わりその A から K って書かれた指輪を最初に俺にくれ。今ダメです、今ダメです。盗んでった盗んでったスイーって。はいはい、今取るのダメです。あれ、はい、あとで指輪が必要になる。ちょっと待って、あとで交換しよう。あ、いいわよ。で、最初に密談、これ密談の順番ってどうなってるんですか？密談の順番はですね、ユキコから行うことができます。なるほど、はいはいはい。それは誰に対しても行えるってこと？全員に対して行える？1人です。最終的に全員になります。3回やるので。なるほどね。あ、オッケーオッケー。あの、ユキコ俺に最初にやって、はい、で、あ、相手交換っこする。オッケー、はい、オッケー。じゃあいいや、はい。で、それはいいんだけど、じゃあ全員死体と砂浜と部屋開示して。まあ開示して、私が開示するわね。砂浜の足跡は天文台に向かう方向に3人分、帰る方向が2人。え、つまり、小杖が行った、エリカが行った、で、だからもう1人ってことだから、うん、だから小杖は、共犯者がいるわ、ね、共犯者じゃなくて、本当に小杖は見ただけだったっていう。あ、そ、なるほどね。はい、で、次。じゃあ、俺、ここで一気に白を取らせてもらっていいですか？はい、はい、はい。いいわよ。これと、これなんですけど、10時45分、はいはいはい、実は展望台に行ってました。なんで？展望台に行ってました。喧嘩してたのが僕で。エリカと？はい。あんたが？そうで、45分。で、これで、この、走ったら20分で着くってあるやん。はい。はい。これ、ちょうど45分、走ったらちょうど10時5分になるんですよ。で、死んだのは、9時55分じゃないですか。なるほど。だから、犯人は僕じゃないですよ。人の気配がした気がする。なんで喧嘩してたんですか？いや、この、だって、ここで急にこんなん出したら、俺が間違いなく黒って疑われちゃうから、いろんな情報出てから、白取りやすくするために、今まで隠した。確かに、それは正しいわね、あんたの言ってること。9時45分、時計が10分遅れてたってことから、間違いなく死んだのは9時55分なのね。そうだね。
で、9時45分から20分走って10時5分に帰ってきたっていうのも確かに一理あるわ。ってことはあなたは殺せないわね、たけし。そうだね、だから9時55分からだから走っても帰れませんみたいな。そうね。で、梢エリカの死体の、エリカの部屋の開示してほしい。開示はしないですよ。なんで？いや、別に、エリカの部屋の開示は別にしない、しないです。あなた怪しいわね。いや、特に開示する必要もないからしないだけで。エリ。あんたなんか握ってるわね。じゃあ小杖に関する情報を、別になんか開示されるんだったら開示するってだけかな。なんか待ってる別に。あ、じゃあ小杖に関する情報を早くみんな出してほしいかも。小杖の知ってること。いいわよ。あ、でも私に何も分からないわ。特にないないですよ。私は特に有益な情報は特に持ってない。小杖サイドっていうよりは小杖に関する情報をゆきことたけしが持ってるかみたいな。私は持ってないわ。っていうかさ、小杖は何分に帰ったの？確かになんか妙はね。小杖の21時45分の見てからの行動は？見てからの行動、私普通に帰ったわよ、走って。何時に？だから走ったから見てから帰ったから10時5分かな、うん、もうちょっと後かな、そんぐらいかも。ちょっと待って、ね、あれ怪しくない？あんた小杖走って帰ってきたんじゃないの？え、ちょっと待って、一応開示なんですけど、あ、違うな、うん、ちょっと待って、10時25分かな。何よ、マサト。あ、22時5分に配置して帰ってきたから、まあ、多分、45分じゃなくて10分遅れてるから、終了です。こっから水田フェーズに入ります。はい。はい。それでは、ユキコから密談相手を決めて大丈夫です。私決めます。マサト、ちょっとあんたと話したいことがあるわ。はい、そしたらですね、撮影部屋1へ行っていただきたいです。はい。何分間？5分間です。はい。わかりました。あの、5分経ったら強制的にこっちに戻しますので、あの、はい。密談中はアイテムの交換が。あ、大丈夫です。はい、わかりました。あと証拠品を見せたりも OK です。ちょっと待って、証拠品って、たけし。あ、そっか、その、相手のを右クリックして自分だけ見るってすればいいのか。それは相手が開示してください。見せていいんだったら。ちゃんと盤面上で移動させろってこと。はい。で、残った小杖と、たけしは同じようにこの部屋、この撮影部屋さんでそのまま5分間喋ってもらいます。はい、えはい、なるほどね。地獄。あ、じゃあ、え、密談中はもう密談ができるってことか。あ、密談中も密談同時に密談が行われます。はい、では移動したタイミングで5分間開始とします。はい、じゃあ移動します。せーのせは、え、あの、とりあえず指輪交換するよ。交換いいわよ、これあげるわ。はい、はい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 。で、ありがとうね。これちょっと理由があって、まあ別にあんま興味ないだろうけど、はい、あのさ、証拠なんだけど、俺の証拠あんま意味なくて、これはい、はい、ちょっと私だけ見るわね。じゃあ、はい、別にそんな意味ない、なんか別にって感じじゃない、なんか確かにそう、ね、自分でも言っちゃってるし、なんか、うん、そんなになんか出したところでみたいな感じ。それの証拠は、そうね、あ、これの証拠、これ あの私一緒よ、見ていいわこれ、はいはい、他の誰かがね見せたので、もう出せなくていいかなって思って、私も見せたの。じゃあ別に、え、これちょっとだけあるのが、なんか鍵というか、なんかそういうものに関すること知らない？私鍵は見てないわね。箱みたいなものというか、なんか鍵を使うものみたいなはない？私は本当にずっとあのガレージで過ごしてたから、全然そういうものに関する情報はないわ。てか小杖だよねこれ。絶対小杖だよ。てか小杖だよね。間違いなく小杖だよねこれ。そうね、あの、多分あの俺がエリカの時計が10分遅れてたってやつ俺が撮ってるから、これがもしなかったりして犯人に握りつぶされたりしたら、多分そのたけしが犯人なのかもみたいな感じになってたかもしんないってことだよね。そうね。まあそうだね、多分。で、多分だけど、おそらく、うん、アキラが小杖と付き合ってて、で、なるほど、エリカがアキラを殺したっていうふうに小杖が思い込んでぶっ殺したんじゃないかな。あー、ちょっと待って、その、いわゆるその人狼が殺してるのを見てシェリフが殺したみたいなこと。そう、ね、そういうやつじゃないかなみたいな、まあなんか予想だけど、はいはいはい、まあ多分俺ら
もう あんまりなんかこれ以上ないような気がする。あなたの目標って多分その指輪の確保でしょ。いやそりゃそうよ。だって私ね、タティスとずっと付き合いたくてアプローチしてきたもの。その指輪をなくしたなんて知られたら、ね、私もう破局だわ。いやもう知られたような気がするけど、そこはいいのかな。まあまあまあ、まあ、帰ってきたからいいのよ。まあ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 、確かに確かに。そうね、あなたのその A から K と書かれた指輪はなんで欲しかったの。ミッションがあって、そういうなるほど、なんか本当の指輪を確保するみたいなミッションがある。なんだか意味深な指輪、そう、意味深な指輪を確保するっていうミッションがあって、別になんか殺人事件にあまり関係ないので、これはだって20時45分から22時までの間に、まあ、これ関係ないわけじゃん。そうね、まあまあまあ、だから、まあ、別に小杖ちゃん怪しいわね。いや絶対小杖、 100% 小杖だなこれ。小杖ちゃんだってエリカの部屋必要に開示しようとしないものね。変だな。エリカの部屋を開示しないのと、あと証拠2つも残してるから、一番証拠残す、証拠フルオープンは唯一してないから、多分これフル開示みたいなことをすると、エリカの部屋に多分何かやばいものがあったんじゃないかな。確かに。いやー多分だけど、まあ殺したと見るのが普通かな。そうね、でも小杖ちゃんいい子だったのよね。なんか見せやって、おいおい、なんかやってる見せていいのこれ。なんかやってるこいつら。いやね、怪しいわねこの二人。え、でもなんか見せるまでに時間かかったよね。なんか確かにだいぶ交渉した上での渋々だったのかしらね。スタートです。ここも密談か。はい、特に密談することもないけどな。エリカの部屋見してくれん。はい、やったけど、先にその残ってる証拠を見せてくれるんだったら別にいいけど。いやいや、先見して。それはだってもう一回信用ないじゃん、公開しないっていう。いやだから待つって言ったじゃん。私はなんか別に私単独でどうにもできないから、持ってるんだったらできるっていう。でも俺犯人分かっちゃってんだよ。はいはいはい、まあ、私も犯人という意味では知ってるけどね。そういう感じやな。なるほどね。見してくれへんか。なるほどね。いや先に見せてくれたらいいよ。そういう意味では、そういう意味ではそうだよね。だって。見して。いやダメ見して先。俺だってもうこんだけ公開してんのもん。え、その証拠が何？情報かアイテムか教えてじゃあ。え、そのアイテム俺欲しい。いややだね。そのアイテムちょうだい。お前絶対アイテムナンバーワン持ってるだろう。そのアイテムちょうだい。いやあげないけど、私はアイテムナンバーフォー持ってるよ。同時に交換せ、そのやつと。エリカの部屋の証拠と、俺の証拠。いや、嫌だね。よくない？私が持ってる証拠あげるよ、一個。多分役立つと思う。それとそれの交換だったらいいよ。ナンバー何？ナンバー2。ナンバー 2？ ちょっといらんわ。いや、多分、使えるとは思うけど。ナンバー6が、アイテムナンバー6が欲しい。ほな、だったら、今回の密談はなしで。じゃあ、わかった。こっちもなしだな。よろしくお願いします。いいんすか？後悔しますよ。あ、いや、別に私は、手放すつもりは全くないので。なるほどな。いや、全然くれるって言うんだったらね、全然もらえますけど。俺、全然もらうよ。なんで？それ、アイテム？ん？アイテムだよ。むっついな、これ。欲しいなーって思って。なんで持ってるんだ？いやー、ユキコに不誠実だと思わない？誠実な男だろ？エリカと喧嘩してて夜に。何か浮気ですか？何？いやー、不誠実だと思いませんか？訴え方ひどすぎるな。不誠実だと思いませんか？エリカの部屋の証拠、それエリカの部屋ちょっと見せてくれん？チラって。ちなみに。開示してくれんだったらいいよ、別に。じゃあそっちが先開示してくれん？あ、いいよ別に。開示してくれるんだよね。誠実だから必ず開示しなきゃいけないよ。今暇人じゃないからね別に。そうだよ。お前誠実な男だからね。だったらいいよ。オッケーいいよ。じゃあ開示するよ、お互い。じゃあエリカの部屋と、じゃあ一瞬そっちに渡すから、うん、いいよ。あ、これ戻してね、うん、いいけど、はい、はい、見させてもらうね。はい、じゃあ戻してね。はい、見ました。ありがとうございました。はい、終了です。向こうもちょっと止めに行きます。はい。続いてですね、行動順3番目なので、たけしが指名してください。たけし。はいはいはい、ちょっと誰と。まさとさん。はいはいはい。いいですか。はい。では上。じゃ
行ったタイミングで、はい、残りはですね、ゆきこと小杖が密談することになります。それでは5分間開始です。あのさ、 まずアイテム何持ってる？残り1個で、お互いあと1個アイテムでしょ。それ違う？これ俺、それなそれ残りのその開示してない証拠は何？それはこれちょっと見せれないっす。なんで？ちょっとそれなりのものもらわないと。ちょっとじゃあお前犯人ってことにするぞ。お前、でも犯人じゃないっすよ、証拠的に。だから証拠を見せて、証拠見せないと分かんない。そっちもじゃあ証拠先見せてください。あのさ、じゃあ鍵に関連するもの知らない？鍵に関連するものっすか？うん、いきますよ。それ何？それあなたが持ってるの？それそれとも小杖が持ってるの？それはもうちょっと言えないっすよ。それを言わないと俺話が進まないから、それちょっと教えてほしい。じゃあ先見してもらったら。ちなみにこの証拠、はい、これいいよ、これ中身見てみ。これ別に何の意味もない、それ。じゃあちょっと見させてもらいますね。はい、意味ないでしょ別に。はい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 、はい、うん、意味ないよね。はいはい、そのそれ見せて。それはいっすよ。はい、じゃあ持ってくよ、見るよ、はい、あれアイテム持ってないのか？なんもないっすよ。あのさ、マサトがラウンジに入っていった20時45分。まあまあまあ、別にって感じだね。なんか鍵に関連するものってなんかない？いや、マジで、いろいろ見してもらったっすけど、ないっす。鍵。何の鍵も、本当に？なんかあなたなんか目標達成できるかもしんないよ。そうなんですよ。マジでないんですよ。鍵に関連するものはじゃあ必要ないってことね。マジで、鍵あるんですか？いや、必要あるのかどうか聞いてる。ありますね。何のために？目標のために。目標何？それはちょっと言えないっしょ。じゃあダメ。知らない。それちょっと見せてくださいよ。じゃあちょっと。やだ。ダメっすよ。なんで犯人も分かってますよ。犯人分かってんの？小杖でしょどうせ。みんな分かってるんだもん。完璧な根拠まであります。まあいいや、俺の条件には関係ねえし。はい。これ見ていいよ、中身。そうです。あで、じゃあ教えて。どうすか？うん、で、その意味を教えて、鍵関連の話の。で、あと犯人がどうしたっていう、時間ないぞ。いや、ちょ、そこまではちょっと言い過ぎっすよ。でも、まあ、うまいことやってくれたら、ちょっと出るんじゃないですか。いや、ちょっとうまいことやってくれたらじゃなくて、そうじゃないと、お前のこと犯人にするぞ。全然時間的にないっすよ。いや、この別に証拠の中であって、たけしがどうした、こうしたって、なんとでも言えるぞ。いや、絶対無理っすよ。55分に何かあんの？何があんの？小さな鍵に関して何があるの？なんでそれを隠す必要があるの？その小さな鍵がキーポイントになるってだけはちょっと言ってます。いや、分からん。キーポイントになるって言っても、これをどうすればいいか。だって誰かに、だって小銭に渡さなきゃいけなかったり、あなたに渡さなきゃいけなかったりして渡さなきゃいけないのよ。僕もらいたいっすね、本当に。それがあれば完成するんで。いや、でもこの EX アイテム1とアイテム4が必要なわけじゃん。そうですね。あなたアイテム4持ってないじゃん。でもアイテム4は分かったんで、どういう感じ。いや、アイテム4は多分、小杖が持ってんのよ。でももう、アイテム4を達成するには、小杖から俺もらわなきゃいけないから、ここであなたに渡しても、多分無理なんよ。いや、もう一回俺がちょっと何とか。いや、密談2回はできないよ。あ、そうだ。いや、だからもう無理なんよ。じゃあ、その、EX、後でもらえねえのかな。いや、どういうことなの？なんか、ちょっと教えてくんないと、もう一回密談できないから。マジで、もらいたいっすね。いや、もらったら無理だって。だから、だってそうじゃん、だってEX 完成しないじゃん。いや、そっちで、うわー。多分 EX 入手しなきゃいけないでしょ、多分。そうっすね。どうしたらいいんだ。いや、まあこれ小銭か俺に EX が渡って終わるぞ、これ。そうなんすよ。まあ無理だよ、もう。じゃあうわ、密談の時しか渡せないっすもんね。何 EX 何なの。まあいっか、まあ、とりあえず俺がじゃあ小銭からもらうよ。いや、まあ俺が欲しいっす。いや、だから、じゃあ、会場できたらあげるよ、別に。はい、終了です。終了です。はい、コズちゃん、はいはい、ぶっちゃけ、やった？コズちゃん。アイテムナンバーワン持ってる？アイテムナンバーワン、私持ってないわよ。持ってないか。あんた欲しいの、アイテムナンバーワン。そう、欲しい。おぉ。私でも持ってないわね、アイテムナンバーワン。マサトが持ってる気がする。そうね。かな。あんた、結構エリカの部屋に関する情報カード隠したがっていたけど、何か理由があるのか。それは EX のためだね。なるほどね。あんたは隠しておきたい情報があるってこと。そうだね。多分私が犯人と疑うことはほぼほぼ確だと思うから。あ、そうね。あんた、まあ、残ってる証拠でなんか白とか証明できたりしないわけ。まあ、正直無理、うん、正直
無理無理だから無理だけど、コツちゃんコツちゃんぶっちゃけなんでなんで殺しちゃったの、エリカちゃんのこと。ぶっちゃけ私は、はい、アキラと付き合ってたわけ。あ、そうなの。でアキラが殺された仇を討ちたいわけ、うん、あ、でなるほどね。でもそれを殺したのがまあタケシとエリカってことは多分なんとなく分かってるんだけど、まだ完全な証拠がなくて、なるほど、動いてるわけ。まあちょっとね、裁判に出るときは私ちょっと 弁護してあげるわよ、コズちゃんのこと。その証拠、その証拠何残ってる。あ、この証拠見せてあげるわ。これあのね、今までにもう出てる証拠だったから黙ってたんだけど、もう同じ証拠よ、これ右クリックして自分だけでよ、はいはいはい、これもうなんかすでに出てたからいいかなと思って。じゃあマサトが持ってたけど、ままた、いやマサトは何なんだマジで。マサトね、ちょっと謎大きい人なのよね。なんかよくわかんない指輪もね、あの集めてたらしくて、私タデシからもらった指輪と交換したんだけれどもね、これどういうことなのかしらね、マサトの指輪は何なんだろうね。なんかタケシとエリカの関係性もいまいちわからないし、え、ユキコ目線からすると正直。なるほどね。え、ちなみにだけど、はい、あのエリカちゃんタケシのことを誘ってたのかしら。なんか私、いや可能性としては全然あるわよね。なんかタケシとエリカちゃんなんか最近仲良さそうで、私腹立ってんのよね。なんか浮気してんじゃないかって。だって付き合い始めたの最近でしょ。え、まあ1年前からね。いやー、まあ全然昔関係を持ってたって言われれば、まあそれも全然あり得るんじゃないって言えるよね。うわ、タケシクソだよ。え、ちなみに口紅は何なの。あ、多分それは絶対ユキコだよね。まあまあまあ、これは正直言って、私をあのね、エリカちゃんにちょっと嫌がらせをしたかったの。それでね、迎えに来たよっていう文字をこうエリカちゃんが使ってる口紅で書いたら、なんか自作自演でこう慌ただせてる、なんかお、なんていうの、お騒がせなやつみたいな感じになって、ちょっともういいわよ、そういうこと言うなら私何も言わないわ、じゃあ。いや、趣味悪いだろ。いや、まあまあまあ、そういう事情があったのよ。そしたら本当にエリカちゃん死んじゃったんだから、本当不吉な話よね。まあまあまあ、そういうこともあるんじゃないかな。なるほどね。あと随分達観してるわね。まあまあ、ボイシュでサバサバしてる性格らしいんで。なるほどね。あんたもなんか大変ね、いろいろ人間関係。どう、テニスサークル卒業してからどうよ、うまくいってる社会とか。その話が一番むずいってロールプレイで。まあまあまあ、私はずっとアキラの書を引きずってるわよ。あ、そう。じゃなきゃこんなことしたよ。やっぱアキラのことが忘れられないの。まあそれはそうよね。そうね、アキラもね、あの男いいやつだったんだけどね。なんで死んじゃったのかしら。そんな恨みを買われるようなことしたのかしらね。確かにそれもそうだな。やっぱその死の真相を知るためにもマサトから必ずもらわなきゃな。そうね、マサトもなんか絶対何かあるから確かめた方がいいわ。マサトと密談は何をしたの。あ、私はこの指輪交換したかったのよ。あー、でマサトも偶然私の持ってる指輪を欲しがってたから、ちょうど交渉が成立したわね。マサトは何なんだ一体。不思議よねこれ。まあもう私は多分お互い犯人だって分かってるから、もう普通に険悪な空気だったよ。おお、え、この EX カードも気になるわね。アイテムナンバーワン、ナンバーフォー。はい、終了です。はい、はい、上を止めてきます。では最後にですね、残った小杖とマサト、ユキコとタケシ、ユキコとタケシ撮影部屋に行ったタイミングで密談を開始します。ちょっといい、何あた、ちょっと、ちょっと、あんたタケシなんだから。あのね、私の目的がね、あんたがもしかしたら殺してるかもしれないから疑われないようにしたいのよ、私は、うん、あんた殺した。うん、殺してないよ。あ、そう。ぶっちゃけ誰殺したと思う、なら。何が。え、これはもう小杖だと思う。やっぱ小杖、やっぱ小杖よね。なんか小杖じゃないとダメなの、うん、成り立たないわよね。いや、まあ小杖っていうのがもう分かってんだよね。で、なんか小杖ちゃんとちょっと話したわけ。うん。そしたら、なんかアキラと小杖ちゃんはなんか付き合ってたらしくて、そのアキラを殺した犯人をなんとか突き止めたいらしいわけよ、小杖ちゃんは。その中で多分
あのエリカちゃんが殺したって思ってそのまま逆恨みで殺しちゃったんじゃないかなとは私は思うわね、うん、そうよこれだってあんた普通に殺せないものね。9時45分から20分走って10時5分で帰ってきたんだから45分で喧嘩していた。あと殺されたのが55分ね。その証拠がだって時計が止まってたってとこだっけ。そう10分遅れてて、で時計が45分で止まったからこれ55分ってことよ。だね、55分だから俺は絶対無理じゃん。45分の時計、ね、俺は喧嘩してたんだよ。いやそれはもうみんな分かってるわよ。それで20分だからまあ絶対無理じゃんっていうのはこれまあ間違いなく、ね、そうね、それは間違いなく言えるわ。でマサトも小杖ちゃんのことを疑ってたから多分これ投票は小杖ちゃんになると思うわ。うん、だからまあ事件は解決されてすごいスムーズにことはいきそうな感じするけれども、え、でも口紅はどういうこと。あ、あれはあのね、あんたがエリカちゃんと仲良く してるのを見てちょっと嫉妬しちゃったのよ私、うん、でエリカに何とかして嫌がらせをしたいと。そこでねエリカちゃんがよく使ってる口紅を使ってこのなんていうの迎えに来たよってちょっと悪趣味なねあの落書きを書いて、でそれがエリカちゃんの自作自演であるかみたいな感じにして、すごいお騒がせなやつみたいな感じにしてちょっとエリカちゃんのこと評判を下げたかったの。でもそういうのも全部ねあんたがエリカちゃんと仲良くするのが悪いのよ。え、その残りの証拠見せてくんない。あ、いいわよ、これ見せてあげるわ。まあなんか気質の証拠だからそんな目新しいものじゃないわ。だから私はね別にそんなやばい。もっといい情報持ってこいよ。パン。データたけし、いつも暴力に決まるわよね。俺もこんなことしたくなかったんだ。ごめんよ。データ。これあんた見せなさいよ。じゃあ、そのあんたの残る証拠。うるせえ、いいんじゃねえよ。あんたもいつもそうよね。うるせえねえよ。で、何これ、マサトと小杖ちゃんがなんかやりとりしてるけど、何かしらこれ。やってるわね。あ、EX カードまでこれオープンにしたっぽいわ。小杖ちゃんを犯人として見て終わりかしらね。これまたデート行きましょうよ。もうエリカちゃん死んじゃったけど、ここにもう一回デート来ようね。また行きましょう。これ来年ここにまた来年ちゃんと来ようね。いや、気に取り直してまた来ようね。何笑ってんだ。パーン。小杖、はい、実はアキラが死んだのは俺のせいなんだ。じゃあアイテムナンバーワン渡してくれる。あ、アイテムナンバースリーだって、お前に渡さなきゃいけないのは。はい、見ます。はい、ってことは知ってたってことで間違いない。時系列話すと、はい、トゥーユキコっていう指輪を俺は見つけたのよ、ラウンジで、はい、だから、はい、トゥーユキコっていう指輪見つけたから、それで俺はなんかこう誰が交際してるかとまでは知らなくて、俺最初ユキコが交際してると思ってたのよアキラと、はい、だけどその多分 A から K ってことは、まあ、多分まあ間違いなくアキラから小杖じゃん、ほぼほぼ。はい、シオニーさんオチはないよね、大丈夫だよね、 K で始まってるしないよね。はい、まあまあまあ、はい、だからまあ俺は渡すっていうのがこうみんなの前で見せずに密談フェイスで渡すっていうのがあるから、俺の課せられた使命だから、まあだから別にI'm done って感じ。俺のやるべきことは。アイテムナンバーワン持ってないの？何それ。え、何それは、何なの。 EX を開けるためのアイテムナンバーワンを探してるんだけど、それなんで。それあと、じゃあエリカ他の証拠全部見せて。いや、これは私の証拠は正直しょうもないから別にそんなに見せなくてもいいんだけど、あ、アイテムナンバーワンは、あ、部屋はこれはどうぞ見て。はい、鍵のかかった箱、エリカのトランクの、あ、これがアイテムなのか。はいはいはい、はい、で多分鍵があれば開けれるんだけど、アイテムのまま誰も持ってないんだよ。いや、だからマサトしかいないと思ってた。てか俺が持ってる。あ、やっぱそうだよね、多分これが。であの、はい、でタケシがなんかやけにそれ欲しがってんの。あっぶな。はいはいはい、タケシがめっちゃ欲しがってるから、でこのままだと小杖多分あなた釣られるぞ。はい、いやだからせめてアイテムナンバーワンが欲しい。私は誰があの殺したか知ってる。あ、知ってるんだ、はいはい、知ってて、それの手がかりがこの EX だと思ってる。あー、で、あれね、だからアイテムナンバーワンを欲しがってます。ちなみにエリカは殺したの、あなた。
あ、殺したんだ。オッケーオッケー。そうですよ。だから話を聞いたら生きてるしかないと思ってますよ。だから、あ、まあ、じゃあ分かった。アキラ殺しの、アキラ殺しの犯人もあげたいしな、確かに。タケシが殺したことにもできる。そうか、そういうこともできるのか、この密談フェーズで、別に。え、タケシが殺したことにするじゃあ。それは全然。じゃあできるよね。わかんないけど、こつえ、どうやってやるの。でもそれ難しくない。なんかエリカの殺しをタケシに押し付けるのは無理だろ。EX って、あ、ちょっと GM さんちょっと教えてほしいんですけど、はい、アイテム4を小杖からマサトにもらった後 EX を入手して、その EX を小杖に渡すことってできるんですか。もちろんできます。あちょっとアイテム4をくれませんか。いや、それは嫌ですね。それは嫌です。それは私が欲しいです。じゃあエリカ殺したのね。まあいいや、別に俺の条件で。いや、殺しましたよ。でも投票フェーズってことは投票だから、まあ、別にできますよね。じゃあ、まあいいや、アイテムじゃあげるよ。はい、はい、EX、それから EX 見せて。あ、いいですよ。はい、でこれで EX 入手。はい、EX は見ていいですか、GM さん。あ、どうぞ。はい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 。あ、どうぞどうぞ。見せてください。見えない。返してもらえれば。あーあーあーあああ、じゃあまあまあまあ、はい、まあ好きに。まで喧嘩してた。え、投票フェーズだから、まあ2でいければ。え、ちょっと待って、俺ちょっと待って、俺はあれですよね。そもそもなんでそんなことになったんですか。じゃあ、え、いや、俺は小銭当てとは言ってないけど、結婚指輪買ったって言って、俺がモテ遊んでたら手遊び ADHD すごすぎて俺落としちゃったのよ、人の結婚指輪。ADHD やばすぎて。いやいや、実は全部俺のせいなんよね。まあ悪いんだけど、で俺がまあちょっとやっちゃって、だからなんかやらかしたなと思って、それで結婚指輪探しに来たのよ。はいはいはい。で、まあユキコじゃなくてよかったなって感じ。ちなみにユキコマジでマジでなんもないよ、あいつ。多分あいつ指輪が欲しかったってだけだと思う、おそらく。いや、まあユキコはただいたずらはしてる、エリカの部屋に。あ、そうなんだ。あれは完全に、はい、ということで終わりです、はい。ここから、推理フェーズに、入ります。小杖、ユキコ、タケシ、マサトの順番に、誰が犯人だと思うか、その理由を含めて説明するとともにですね、反論する、逆に質問したり反論するフェーズです。密談することはできません。はい、なので、はい、まず小杖さんから、推理フェーズで誰が犯人だと思いますでしょうか。はい、私はタケシが犯人だと思います。なるほど。じゃあまず全体公開します。カードを、はい、じゃあアイテムナンバー6 まあ犯人といっても、まあ、まずアキラの死の犯人が、はい、まあ、とりあえず、まあ、エリカとタケシで、まあ、エリカの部屋にこの写真がありました。鍵のかかった部屋に、はい、で、まあ、もう突き落とした瞬間の写真もまあ現行犯、まあ、3年前の事件とはいえまだ時効が来てないので、はい、まあ、これに関しては特に反論の余地はないですよね。そうですね。あんた何やってんのよ。でも、落としたっていう事実は間違いないです。でも、はい、そこの裏の描写が違います。何、裏って何、裏の描写。事情があったのよ、ね、事情があったんですよね。そうよね。その時ノイローゼになりかけたんです僕。いくら練習しても追いつけないアキラに。で、その時エリカからある相談されたんです。ちょっとアキラを驚かせないかと。アキラを崖に呼んで、エリカが崖から落ちて足をくじいたって言って、アキラを展望台に呼んだんです。で、少し怖い思いさせるためだけにやってたんですけど、そのためにちゃんと下にゴムボード敷いてたんです。怪我させないようにね、アキラに。ゴダカはいいけど、お前ゴダカはいいけど殺したよ。アキラは俺がやって、で、それをエリカと計画してないけど、エリカはそのゴムボートどかして実は殺す気だったんで、俺はめられたんですよ。その場面を写真撮られていた。で、エリカの犯行動機は私を振ったからっていう。エリカやば。え、そうだよ。だからその瞬間を撮られていた。エリカやば。あ、でもやばいやつじゃない。計画犯と実行犯っているわけで、犯罪って。そうだね、うん。実行犯も当然罪に問われますよね。それはアキラだよね。今回それはアキラであって、え、そうですよ。で、それで、まあ、エリカと、まあ、そのまま喧嘩のままそのまま行ったのかなって。あ、なるほどね。まあ、そこで、うん、まあ、それは俺脅迫されてたから、まあそうやな。それでエリカを殺したっていうのがやつやんな。じゃあ、まあ、それも合わせて糾弾します。はい、まあ以上でよろしいでしょうか。あ、はい、以上で私は。そしたら、次ユキコさん、誰が犯人だと思いますか。いや、まあ私は、まあ、小杖ちゃんが犯人かなとは思うけどね。まあ小杖ちゃんとアキラ付き合ってたみたいだし、で、小杖ちゃん多分ね、エリカちゃんが
アキラのことを殺したって分かってたんじゃないかしら。それでなんかちょっと返り討ちというか、なんていうの、なんていうの、こういうのうまく言えないけど、ちょ仕返し、そうよ、仕返ししてやろうって思ってちょっと殺したんじゃないかなって思うけどね。それに消去法でね、たけしは殺せないのよ、そもそも。はいはい。だってこれマサトも、まあ私マサトとちょっと10時5分あたりに話してたから、はいはいはい、まあ、それもね、マサトも絶対殺してから帰ったんじゃ間に合わないよ、はいはい、結局消去法的にも梢ちゃんになるんじゃないかなって私は思うけどね。はい、私もゆっこちゃん疑ってる節はあって、まあ、犯人の共犯者じゃないかなと思って、ゆっこちゃんのことを。もう真っ赤な唇を持っていて、で壁の文字は真っ赤な唇を使って書かれてる。これなんかアリバイとかなんかそういう感じの何かやってませんか。だから、まあ、少なくともゆっこちゃんはアリバイがあるから、こう明確につけようとしたわけではないけど、犯人の共犯者じゃないかなと私は思ってます。うん、なるほどね。そんぐらいです。では、まあ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。たけしさんは誰が犯人だと思いますでしょうか。僕も梢だと思いますね。この時展望台に2人いたんですよ、間違いなく。自分が展望台にいてこれ呼び出した、はい、でその15分後、この45分ですね、人の気配がした気がする。で展望台で、これなんで走って帰ったかって言ったら、この話を誰かに聞かれたと。この俺がエリカと喧嘩している時に、はい、その話を聞かれて、その内容を聞かれたから、このもう揺するのはやめてくれって、その話を聞かれて、あのアキラの殺したあの写真でもう揺するのやめてくれ、喧嘩してたのを聞かれて、でそれ聞いたのが、これいたのが梢。はい。で俺はもうそっから聞かれたと思って急いで走って、もびっくりしてもう逃げて、10時5分完全なアリバイ、9時55分に殺人が行われたって冷静に考えるんだったら、もう20分、もう10時15分に着かないとおかしい。なのに10時5分に着いてるってことは、まあ、間違いなくその展望台の場所の犯行現場にはもういなかったと。45分に走り出したのはもう間違いないと。これがもう示されるわけですね。もう真実はいつも一つ。あなたが犯人ですね、梢さん。何か反論があればどうぞ。いや、まあ、喧嘩したままそのまま突き落としたのかなって全然私は思ってますけどね。なるほど。はい。で、まあ、ゆきこがそのまま共犯者なのかなってやっぱ付き合ってるし。それはどう考えてもユキコの証言と俺のユキコとマサトが会ったっていうのが、これがもう絶対的に無理じゃない。これマサトも共犯者になってないと成り立たない。まあまあまあ、そうですよね。では最後にマサトさんは誰が犯人だと思いますでしょうか。これってこう多い人が釣られるみたいなシステムなんですか。そうです。あー、で、梢が22とかってどうなるんですか。まあそれはちょっと追って、そのエンディングに変化があります。あー、22だったら変化があるんだ。あーはー、俺が裁判官ってわけね。ちょっと、おーん、たけし1、梢2、ちょっとちょっと、俺が裁判官ってわけね。たけし、なんで黙ってたの。何をですか。突き落としたこと誰も知らんかったら、もうそれは幸せなまま終わるじゃないですか。俺は3年前のあの日に、実はアキラの渡そうとしてた結婚指輪を、俺が ADHD すぎるあまりなくしてしまって、人の結婚指輪で手遊びしてたらなくなっちゃって、それでアキラがへこんで落ちたとずっと思ってたんだよ。わかるか。自分が悪いだろ。アキラがそれでショックを受けて崖の方に行って落ちちゃったと思ってたの、俺は。だから俺の ADHD が人を殺したって思ってたんだよ。ちょっと待って、お前が自白してたらそんなことにはならなかったよな。でも待ってください、待ってください。お前の ADHD のせいじゃない、冷静に考えて。俺はお前がエリカを殺したのを見た。人の公約指輪をなくしたのどうかだと思う。俺はお前がエリカを殺したのを見た。俺はお前がエリカを殺したのを見た。投票フェーズへ移りたいと思います。それぞれですね、雑談の方に、誰が犯人と思うかを、書き込んでいただきたいと思います。はい。はい。俺は見た。全員書きましたでしょうか。結婚指輪を他人に渡してるのが一番頭悪いやろ。あの、まあ、もう書いちゃったんでいいですけど、それぞれ書いてください。同時俺は見た。俺見た。ということで、同数ですね。梢とマサトはたけしであると、はい、うん、でユキコと
たけしは小杖であるということで、うんね、エンディングを読ませていただきたいと思います。海が落ち着いた後に警察がマダ島に到着します。警察は事件現場の調査やあなたたちへの聞き取りを行い、一つの結論を出しました。それはエリカの死は事故であるという答えでした。3年前と同じ場所での死亡事故ということでニュースでも大きく報じられ、マダ島のハイキングコースと展望台は立ち入り禁止となりました。伊織さんが管理していたコテージも閉鎖となり、マダ島に訪れる人はほとんどいなくなります。いつしかマダ島についてこんな噂が流れるようになりました。ねえ知ってる？マダ島に行くと亡霊に呪い殺されるんだって。あなたたちはその噂を聞くたびに苦い思い出を噛みしめるでしょう。そしてエリカが持っていたタケシがアキラを突き落とした証拠の写真を持ってタケシさんは警察に逮捕されました。やっ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 めっちゃ誠実やん。しゃしゃということで、亡霊島殺人事件の終了でございます。いやよかった俺マジで。俺小杖分かったけどタケシって言ってよかったわ。いやよかった。すっきりしないだってエリカが殺してるし、タケシもなんか隠蔽されたままみたいになるでしょ。二人ともこれ警察署行けばええだろどう考えても。いやでももしかして私一応開示はしてたから写真で。それではですね最後小杖からですかね。この島に来た目的、行動使命の達成状況等を公表して、一応全体公開してなかったカードを全部公開しましょう。はい、全部とりあえず表にします。はいはいはい。おーで、ですね、はい、まあ、PC1 が来た目的というのはですね、まあ、アキラと交際していたんですけどもっていう話ですね。はい、まあ、語られたと思うんですけども、まあ何かこの真相にたどり着くことがあるかもしれないと。まあアキラの死の真相を、掴むために、小杖はこの島に来ました。そうです。で、行動と使命については、使命1はですね、自分が犯人であると気づかれてはいけないとあるんですけども、まあ今回は、まあ、気づかれてはいたということで、はいはい、で使命2がですね、あのエリカが言っていた写真を探し出し、アキラを殺したもう一人の犯人を特定するということで、今回それについては、まあアキラを殺した犯人がタケシであるというふうに特定することができたので、まあ、半分達成という形ですね。はい、なるほど。でマサトはですね、指輪を探し出しアキラの交際相手に渡して贖罪するというのが、まあ、この島に来た理由になっています。あ、はいはい、なるほど。で、行動と使命についてはですね、まあ、エリカを殺した犯人を見つける、そして、使命にはアキラが渡そうとしていた指輪をアキラの交際相手に返すということで、はい、まあ実際ですね、もう小杖だと、まあ、ほぼ気づいてはいた状態で、さらに、結婚指輪を返すことが今回できましたよね。できた、はい、A2K の指輪を小杖に返すこともできましたということで、もうほぼ使命は完了していました。やったぜ。でやば、俺めっちゃ頑張ったし、しかもなんかいいエンディングに行けた。たけしざまみろ。PC3 白石由紀子はですね、エリカを痛い目に合わせてたけしから手を引かせるということが目的でした。そうね。はい、でも手は引いたよね。まあ、行動使命は、恋人のたけしを犯人にさせないということで、今回はまあ、ほぼまあたけしが犯人として明らかになってしまったので、まあこちらはもうほぼ失敗。マジか。よし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 。使命に関してはなくした指輪を見つける。これはおそらくマサトから手に渡ったんです、ね。渡ってます。渡ってますね。はい、まあこちらも半分、使命を果たすことができたということですね。たけし出所したらその指輪で結婚しましょう。待ってくれるんだ。順調。たけしのこの島へ来た目的はエリカから解放されるということが目的でした。まあ解放されたし良かったんじゃないですか。どうしたしな。で、使命1、エリカを殺した犯人を見つける。これはですね、まあ一応
本人は小杖であると特定していたので OK でしょう。氏名にはですね、エリカの持っていた証拠写真を探し出して処分することだったんですけども、これはまあ全体公開されて、まあ、今回たけしは逮捕されたということで、まあ、失敗に終わったということですね。ということが、まあ、以上それぞれの、まあ、目的と使命でした。まあいいと思いますよ。やった、マジか、やった、取り勝ちや。あそこで結果的に私は犯人としては問われなかったわけだから、そうですね、最終的に、まあ、確かに確かに、確かに確かに、完璧ではないけど、まあまあ、やっぱりマサトと指輪交換したのがターニングポイントだったな。あ、それで結局小杖ちゃんの手に渡ったから、なんていう、まあまあまあ、それ写真撮られたっていう福祉はあるよね。でちなみにこれテストプレイをやった時はですね、マサトが陰キャ転生で、ユキコが自分ベノムで、タケシがカエルくん、小杖が、はい、ちょっと誰だったっけ、トーマスじゃないの、あ、トーマスでやったんですけども、なんかトーマスくんがですね、情報1と4をですね、アイテム1と4を勘違いして速攻でなんか EX を手に入れてタケシを脅すっていう行動に出て、でユキコもユキコでタケシが犯人にならなければ OK ということで、なんか全員で示し合わせて密談フェーズでマサトを釣るっていうとんでもなんか事件になってます。あ、おもろいな。い、最初に確かに手に入れたら強いよな。あの完全に隠しろなんですけど、マサトって今回 の、 あの証拠を見ればわかるんですけど、確かに、まあ、なんか投票フェーズではまあもう誰が殺したことにするかっていうことになって、マサトがマサトがジャッジメント、マサトがジャッジメントする立場ですね、本来であれば。でもユキコとタケシと小杖で共謀してタケシを釣るっていうエンドになりました。いやあの投票フェーズで陰キャ転生困惑みたいな。え、なんで俺そう隠しろなのにみたいな。いや、それは面白いな。そうですね、今回は結構多分あの想定された通りの、まあ、ストーリーに乗っ取ってクリアできたんじゃないかと思う。確かに確かに、なんか小杖死亡、小杖ぶっ殺しエンドみたいなのにもなんなかったし、なんかちゃんと写真も開示されたから、うん、なんでさ、なんでたけしって小杖から盗まなかったの、なんか盗めてからもらわなかったの、なんか相手の堅くなに小杖がもう、いやちょっと戻せ、いやもうお互い犯人って知ってるからギスギスしてましたよ普通に。なるほどね、あお互い犯人って分かってるから、そうそうそう、なるほどね。で、はい、俺もしょっぱなから、じゃあだったら写真ワンちゃん話し合いだから手持ちにあるかな、死体を先漁って部屋漁ったらどっちかの確率で写真持ってんじゃねえかなと思って速攻死体漁って部屋漁ったんだけど、一発目から部屋で持ってかれて鍵のかかった箱。あ ー、 あー、確かにこれ持ってかれたら無理だったな、確かに。そう、もう写真が単体であると思った。なんかなんだっけ、このいおりさんの情報みたいなさ、このいおり、これがさめっちゃ大事で、なんかこのなんか10分遅れてるっていうのが分かんなかったら、もうほぼほぼ、いやそれ持ってけばよかった。これをこれ多分、そうだわ、多分小杖勝利ルートはこれを、うん、まあ誰かが握りつぶすか小杖が握りつぶすかっていう感じの気がする。これでも今回はあれですね、その議論時間が20分っていう倍だったんで、ちょっと証拠がだいぶ開示されて、確かに確かに10分だったら、なんか確かに10分だったらこの証拠も非開示とか全然できたから、まあ確かになんか乗っ取ってやった方がいいのかもね、慣れてなくても。これさ、ゆきこちゃんの立ち回りめっちゃむずくてさ、まあ、確かに、だってこれたけしを犯人にさせない、かつこれ指輪取り戻さなきゃダメじゃん、うん、でこれ結局これ指輪持ってるマサトの指輪を手に入れるためには、確かに、あ、交換しなきゃダメなのよ。そしたら小杖ちゃんに移っちゃうから、なんて超難しいんだよ。ユキコはユキコはもう全員と共謀するみたいな、もう小杖犯人と共謀するみたいなルートだったらマサト連れる。確かに確かに、なんかユキコ共謀ルートとかしないと、だなんかアイテム4と1をマサトと小杖が持っちゃってる時点でタケシユキコに勝ちの目ってほぼほぼない気がする。で鍵、いや俺言われたもん、たけしから鍵くれませんかみたいな。意味が分からん、ね、全くもって意味が分からなかった。へえ、いやー面白い、ね、情報、うん、ね、面白かった、ね、ちなみにこれは続編もあるということで、まあ我々はちょっとまだテストプレイしてないんですけども、まあ、実はこれなんか気になる、あのネクストループってなんかループものなのか分かんないですけど、あ、なんかがあるんだ、続編があるそうなので、それもなんかできたらいいなと思いますね。
くたけしが出所してなんかやるんじゃないの、なんか出所何その後8年の月日が経過したみたいないきなり8年後みたいな復讐の檻となったたけしが現れるみたいな一応ですね そのあらすじみたいなのがネクストループっていうのがあって、はい、あなたたちは無人島での悲劇をきっかけに今までとは違う新たな人生を歩んでいくはずだった、無人島から帰ったあなたたちに死んだはずの友人の声が聞こえてきた。また同じ結末、いくら繰り返しても運命は変わらない。でも諦めない、何度だってやり直すは亡霊島の呪いから逃れられるまで、次の瞬間あなたたちは強いめまいに襲われ視界が闇に飲まれていったというふうに、まあ、続きがあって3部作になっていますね。いおりエンドある、いおりエンド、いおりさん一番の被害者だけどね、普通に人が殺されたあげて自分のコテージが禁止でしょ。これ最悪だよ。確かに自分のコテージで殺人事件が起きまくるみたいな。確かに大学生たちの悪ノリで営業停止処分。マジで連絡する一番。そうしょうもない、私を振ったからあいつを殺すのっていうしょうもない動機でコテージ閉鎖まで追い込まれる。最悪、いおりさん。かわいそう。いや、エリカが思ったよりゴミだったな、マジで。いやー、エリカがゴミすぎて擁護する気にならなかった。梢する気にならなかったわ。なんか、もうしょうがないよな。私を振ったあの男をぶち殺すのやばすぎ。いやいや、でずっと揺すり続けるんでしょう、たけし。やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。もうしょうがないわ。まさと小銭見たら多分サイコパスだよこれ。小銭のこと殺したら。まあ罪は犯してるからね。犯してるけどちょっと厳しいよね。登場の余地はだいぶある。ちなみにこれエンディングって何種類くらいあったの？ちなみにエンディングは梢が追放されるかそれ以外しかないですよね。あ、そうなんだ。いや、マサと追放でも分かんない。梢が追放される場合だけエンディングが別にあって、それ以外はこの警察が来て事故だったという。あ、証拠不十分になっちゃうのか、ね、全部。はい、その写真が公開されている場合はたけしが逮捕される。あ、そうなんだ。公開すんねん、ちゃんとお前。梢エンドも聞いていいですか？梢エンドは、その事件の犯人が梢であるということが分かって、うん、普通に逮捕ですね。普通に逮捕。絶対にしても逮捕されて、なんか、まあ、それぞれなんか、これからの人生を歩んでいくのでしょうみたいな。ああ、普通そんな感じなのか。いやー、よかった。いい感じにシナリオがいって。そうね、難しいな。たけしの量刑と梢の量刑、どっちが重いか気になるな。たけしって何になるんだろうな。殺人。いやでももうエリカが死んでるから何て言いようもないじゃん。いやでもなんかやり取りのログとかが残ったら過失致死になるのかな。うん、そう、多分そっちになるんじゃない。確かに。いやでも多分ガキから突き落とすって多分殺意あるとみなされるんじゃない、うん、ゴムボートがどうからっていう証拠がないから。確かに。でもまあ当たりと、まあそんな高くない崖3メートルぐらいで当たりどこがたまたまあるって落ちんだ。過失致死とマンチャン過失致死とあと偽証罪。結構執行猶予ある。ワンちゃん。いや、ないたけし一発アウトやと。たけしたけしは間違いなく実刑ですね。まあ、10年は入らないぐらいかな。いやでもユキコが今回の話は相当なんかただたけしを好きなだけみたいな。俺らがやった時、ユキコが全部掌握するみたいな。いやー、あの口紅とかもね、なんか難しかったな。逆に自分のこと犯人にしてたけしから、まあそういうのもできんのか、ね、まあ、難しいな、いろいろ立ち回りがあって、まあ、また店やりましょう。はい、はい、じじ